速攻。久保出番なしのソシエダ。まさかのセビージャ相手に行く。久保建英が出番なしのソシエダ攻撃が機能せずセビージャに2、3で敗北。心苦戦で5敗目。これでチャンピオンズリーグうまくいけばいいけど、パリ・サンジェルマン相手に2点差はきついけどねー。ラモスのハンドで2点献上は草。いいじゃんパリ戦の弾みにしてくれ。負け試合でこれやるのもったいねえ。でもメンデスおめ。余計な失点がなきゃ同点にはできてんだよ。やっぱ攻撃云々以前に守備がひどいよ最近。負けちゃったけど竹休めたのは良かった。まあこれで降格はないなセビージャ。メンデスもまあメンタル回復して次に行けるのはいいでしょ。お疲れ様でした。ソシエダ再建の道は長そうだ。これで久保が抜けたら注意を維持できるか。後半盛り返せたけどそれにしてもひどい。セビージャが弱い理由も同時にわかる試合ではあった。ラモス劇場。久保いてもいなくても負けるんじゃ6位以内無理そうやな。ホームの大声援ありながらマジョルカに負けるくらいチーム状況悪いからパリ・サンジェルマンに逆転勝ちする可能性は限りなく低いだろうけど頑張れよ。久しぶりに休めてよかったな。